が来ていたのは、先日ですね、ペコラ先輩のいろんなみんなの提案配信をしてみたウィーク。小百合は歌枠オフコラボをさせていただいたわけなんですけども、歌枠の中でおしゃべりしたこともそうだったし、終わった後にね、ちょっとご飯を食べながらちょろっとお話しさせていただいた。結構、小百合の中で、なんか今までう,うじうじ考えていたこととかが吹っ切れまして、<laughs> その後、あのー、まあ、かなたんとやっていた配信の中で、ね、 先輩がキュンととするるる仕仕草草はをきげであるとそれを聞いて、あ、そうだと思った。キュンとさせたくて、髪をかき上げている、もしくはオールバックの白衣小百りのイラストを募集いたしました。それですね、もう20分くらいで反応 <laughs> してきた。早い、本当に。他にもね、書いてくれた皆さんいました。ありがとうございます。これはキュンとしてもらえるだろうと。 で、これを、あの、送りつけて、キュンとしてもらおうと思ったんですけども、ま、何言ってんだと返されまして、えさっき言ってたやんと思い、え、プコちゃんのために髪をかき上げましたって言ったら、汗ってきたね。あれで、こよりはですね、ここで会話は終わっ 思っていましたなんかこよりがこの「あれ?」って送った後に返信が15分ぐらい空いてるんですけどこの間みんかねこよりわたわたしてたやろうなというふうに想像されていたんですがこよりの中ではあこれで完結だなみたいなあれって言ってとぼけてなこれでこのやりとりは終わりだとはい思っていたんですよ。 なんか15分ぐらい15分後ぐらいになんか通知が来てていつもの方が可愛いよっていうのに一瞬でえキュンと返すというはいこれどうだったのかな <laughs> これあれあ困ら かななんかフォローしないとやばいかなって思わせたのかななんかクエリは全然ここで終わっていいかなみたいな思ったんですけども、キュンって言ったらね、あの、ちょっと笑ってる爆笑みたいなスタンプつけてくれたんで、まあよかったなぁと思っております。ということで。これは、ズルイペコダル絡みすいませんでしたあっぱれワオー,わおーはい。ということでね。<laughs> まあでも、 たぶそんな、いつもそうやって気にしちゃうんゃね。あれもしかしてこれ困らせたかな困らせてフォローしなきゃいけないって、まあ、そういうね、こまごましたことを考えてしまって、なんかこう、困らせてないかなとか、結構、 気にしてしまっていたんですけど、ま、あそのね、気にしていたのを、ま、気にしなくて良いっぽいなというのをね、オフコラボで分かることができたので、まあ、それがかなりね、今回嬉しかったなぁと思っております。なのできっと大丈夫。はい。